佐野啓太、通算、2割9分2厘、696安打、82本、OPS806。佐野は昨年、やや成績が低下したものの、レギュラーに定着した2020年から3割2桁本塁打を3回達成し、キャプテンとして横浜の打撃を引っ張っている。すごいのに影薄くない？打撃一流、守備三流、走塁三流、間を取って 2.5 流や。前世紀の筒香梶谷がいたら、いい脇役になったんだろうけどな。なんかしれっと2000本打ちそうと思ってたけど、守備があれじゃいつかは控えになるだろうな。守備走塁がせめて、並ならねレフトですら、壊滅的なのはさすがにあかん。守備で、金からドラフト9位やなーって感じ。ただこいつ入団以降、円高やコロナでいい外人やしこなくなって各球団一塁や、左翼が埋まらなくなったので、バリューは上がってる。ドラフト界の選手が OPS800 超えとかかみやん、パリーグならもっと評価されそう。普通にドラ1でも大当たりやろ、これがドラ9なのはやばいわ。